佐川義雄音楽賞は佐川義雄音楽賞実行委員会と公益財団法人三菱 UFJ 信託芸術文化財団が共催で実施している音楽の賞。運営は佐川義雄音楽賞実行委員会が当たり、事務局は公益財団法人三菱 UFJ 信託芸術文化財団内に置かれている。 佐川義雄音楽賞は音楽評論家の佐川義雄の業績を称えるとともに佐川が専門としたオペラニや、チェコ及びスロバキア関係の音楽活動を進行することを目的に佐川悦子夫人により2003年に創設された前年4月から当該年3月までの間に行われた公演のうち中小オペラ団体が主催する公演で特に優れた成果を上げたもの その他、選考委員が、賞に値すると認めたもの、に対して授与される。賞には、音楽賞と、奨励賞の2種類があり、賞金は、音楽賞が100万円、奨励賞が50万円。なお、佐川悦子夫人は2015年に亡くなり、以降の運営は意志を継いだ、佐川義雄音楽賞実行委員会が当たっている。また事務局は2015年度より、公益財団法人、 三菱 UFJ 新宅芸術文化財団が担当している。ちなみに、本音楽賞は同財団の検証事業であり、同財団が実施している音楽関係の女性事業とは別である、音楽賞及び奨励賞の歴代受賞者は次の通り、ありがとうございます。